今回ご紹介するのは論人の手巻時計です。コンクエストやウルトラクロンのようなペットネームを持たない1950年代製のオールドコレクション。本品は自社ムーブメント CAL12-68ZS を搭載。論人らしい上質でこだわりが伺えるダイヤルデザインが特徴的なアンティークウォッチです。サイズ、ラグ幅18ミリです。ケース径は35ミリ、リューズ含まず、縦ラグからラグまで約42ミリ、厚さ約 11.5ミリ、風防含むです。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。リューズを引いて回すと時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。精度、日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴、文字盤はエイジングダイヤル、くさび型3、6、9、12、アップライトインデックスとリーフハンドの組み合わせ、外周の強者仕上げやパールドロップミニッツメモリなど、時代ならではのディテールにこだわった風防デザインです。SS ケースはスナップバックのラウンドホルム。バンドは社外製コットン素材のストラップを装着しています。スーツスタイルにもよく似合うワンランク上のおしゃれが楽しめる一品。通好みのオールド論人です。論人、論人は1832年から続く世界屈指の歴史ある老舗メーカーです。論人の時計は機能性、信頼性はもちろん、洗練された気品あるデザインに定評があり、いつの時代も大人の男性、女性から高い支持を得ているスイスの時計ブランドです。最高のものだけを作るというその理念は現在も一切の妥協を許さない徹底した品質至上主義を掲げています。コンディション、ダイヤル、文字盤、焼け、シミ、小傷などの経年変化が認められます。文字のかすれ消えはありません。針、インデックスは経年変化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋は軽い腐食が見られます。へこみはありません。風防、シレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に保たれています。ベルト、社外製です。すぐに装着可能です。付属品、機械画像です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また
お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。